山さんに言われて来てみたものの、ここって倉庫だよね。何があるの一体。これはどう見ても倉庫だ。これは覚えがあるよ。これは覚えがある。分かった。これストラトス4のフライトスーツの形に作ったエプロンだよ。で、ここだ。へえ。エアフィックスの TSR2 メテオスイーパーバージョンの。これもストラトス4でしょ。ヘルメット。杉山さん。いないね。頭上の鉄器。いや、そういうことじゃなくてね、そういうことやってる場合じゃなくて、と、いたいた。プロデューサーまでこんなところにしまってあるよ。杉山さん。岡部さん、すいません。ご視聴いただき、気をつけて、気をつけて。20年ぶりですかね。おととい会いました。それちょっと待ちしてる間にちょっと寝てしまいました。倉庫してるうちに倉庫で寝てしまいました。なるほど。はい。はい。ということでちょっといろいろですね、はい、考えてることがありまして、わざわざお越しいただいたんですけど、私ストラトス関係なんですけど、またいろいろお世話になりたいんですけど。ストラトス4ですね。はい。はい。大好きな作品ですんで。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。はい、ということで岡部さん、はい、お越しいただきましてありがとう。っていうか何着てるんですか一体。これ杉山さんのあれでしょう。言いつけてこれエプロンつけたんでしょ。いや俺そんな失礼なこと言わないっすよ。下が全裸じゃなくてすいませんね。はいはい、おいしくおいしくおいしくのあり、はい、すいません、ということで気を取り直しまして、はい、しかしまあこれストレートスですね、はい、そう、ストレートスで何か考えてるということを申し上げましたけれども、いやー、いろんなものが思い出すんじゃないですか。いや、全部思い出ありますよ。これ、ね、これあれですか、あれでしたっけ、東ドイツ空軍。そうそうそう、ヨアトスクの。そうです。なんかね、東西冷戦が崩壊した時に、ドイツが一つになって、で東ドイツからいろんな装備品が、まあ、放出された。ね、でそれを出すからですね。山内さんがデザイナーの、はい、一揃い買ったという、あ、まあ、ちょっとどうかしてるかなと思いますけどもね本当に私物ですよこれ本当に。でもこれがあれですよね、このストラトスのこういう油圧服やなんかのデザイン。そうです、そうです、ね、はい、これね、ちょっとあれしますけど、本編中で三風がこうバイザーを下ろして、でこれをこうバチンと締めるシーンとかありますよね、これがやっぱり参考になってるっていうこともあって、まあちょっとお借りしてきたわけですけれども、なんか それだけじゃないですよね。映像特典で山下さんこれ着てましたよね。そうでした、まあ、どうかと思いますよね、ああいうのもね。まあね、いやでも映像特典でどうかと思うっていうことは私も多々やりましたから、はい、実は先ほど申し上げたですね、何を考えているかというと、ストラトス4、はい、これまでにまあ、DVD とあとブルーレイもね、ボックスでテレビボックスとウェブボックスと出したんですけれども、実は今年放送開始20年、もう20年になりますか。20年です。だからもうね、お互い年を取るわけですねその年の話はね、そうなんですよねでも20周年ということもあるので、まあ、ちょっとねうち売り上げが足りないということもあってですね、まあ、中出そうって話になりまして、その点ストラトスは強力なコンテンツですからね。ありがとうございます。まあそれで何を考えているかというと、まあすでにもうブルーレイはね出てはいるんですけども、実は覚えてらっしゃいますかね、スペシャルファンディスクというこれね。これアニメは1話も入ってない。あ、そうですね。そうですね。まあ、なんていうんですかね、声優さんたちと旅行に行ったりとか、あとショートショートのしょうもない PV 作ったりとか、まあ、そういうことを、まあまあ、ファンのためにですよ、ファンのためにこう作って、ね、でまあ、フィギュアなんかと一緒にしてボックスで出したっていうのがあるんですけど、実はですね、これ初回限定版で当時
これね、あのスペシャルファンディスク1と2と、あとね、ログディスクっていうのが、まあ、ログブックっていうものにくっついてたんですけど、これあの初回限定で出したっきり、今まで一切こう商品化されてない。あ、じゃあその時に買ってくださったファンの方しか見ていない、はい、見てない。あ、でこれをですね、なんと今回ブルーレイにアップンしまして、はそれも一緒に入れてですね、まあ、もう一回ちょっとコンプリートボックスという形で的な、まあ、映像商材全部一括して、今回もリリースし直そうということで、来年の、2024年の2月に発売をすることになりましてですね、はい、ということもあって、はい、まああのやっぱりこれが売りな部分もあるので、そうなるとやっぱり岡部さんにご登場いただかないといけないんじゃないかというで、登場したところで私これを見ると、まあそのいろいろな思い出が、いろいろ楽しかったし恥大きい思い出が恥とか言われるとちょっと辛いですけど、そのようにこう蘇ってくるんですけどもなんかね、そうやって考えるといろいろ、これはね、あの岡部さんちょっと1の方に入ってたやつね、下地島の休日、これは岡部さんの残念ながらその時はご一緒してないんですけど、あの主役の4人、かかずさんと、それから織笠さんと、菊池さんと清水さん、この4人を、下地島に行きたいっていうことだったんで、ああじゃあ行こう。そうですね、これストレス4のこの、はい、舞台になっている基地が、ね、下地島基地、ね、そうそう、そこからまそこですね、そうです、あの宮古島の隣にある下地島ですね、はい、そこを行ってみたいということなので、じゃあ行こうかっていうことで、うん、まあ、お連れして、でそこでいろんな道中を取ったっていうことなんですね、はい、まあ、これもだからそういう意味では本当に旅行記みたいな。ああ、いや、俺らもあれだよ、滑走路まで行くのって生まれた初めてだからね。おお、みんな初体験。前方に見えますのがですね、はい、日本航空の前方見えない不整備の言葉が入ってる建物です。あっち、すごい、こんなの。あとね、これね、岡部作のメカニック最短とかねもうなんかいろいろやっていただきましたよね、本当に、はい、はい、もうでもね、ありがたかったのは、その解説をしていただくにあたり、特にまあ、あの綿密な台本もないにもかかわらず、よくまああれだけのデタラメをとうとうとお話ししていただけたなというのはね、すごいありがたかったなと思ってますけれども、はい、多分きっとあの出まかせに才能があるんですよそんなことはないと思いますけど、まあね、これここね、こういうものもあるわけですけど、これとかね、これこれ分かります、だから時代を感じていただければと思うんですけど、 ST4 ストラトスポーですね、白素材って書いてある、白素材、はい、ちょっと開けてみますよ、はい、これ、まあ、そういうのもあってて、いろんなものをちょっと用意してみたわけですけれども、これテープテープテープですよね、これね、しかもこの大きさって、まあ、昔のあ、ね、まあ、業務用のね、業務用のやつですよね、はいはい、家庭用のはもう DVD でこのあの VHS でこのぐらい、ベータでもっと小さいっていう、はいはい、そんな大きさですよね、はい、ちなみにこれはあのデジタルベータカムとかでベータカムなんですけど、まあ、家庭用ではほぼなくなっちゃいましたけど、そうですよね、はい、業務用ではずっと使ってた、テープにデジタル信号が入ってる、すごいです、そういう時代は、ね、カメラ自体はこのぐらいのちっちゃなあの、テープで収録するんですけど、まあ、カンパケと言われているマスターテープなんかはデジベで作ってた時代がやっぱり長かったんですね、はい、まあ、ストラトスもそういう時代を経ているという、しかもそれがこう先ほどの倉庫の一室から発掘されたという、そういう体で、体でそういう体でですね、はい、それとですね、これなんて書いてあります？ OVA スペシャルファンディスク2、はい、スペシャルファンディスク、つまりこれですね、これのん、こいつかな、これだ、あ、これのこれですね、はい、あ、まあ、カンパケなわけですけれども、あ、これ浜松の休日とか、はい、MS 航空機開発室とかいろいろは、岡部さんが嘘ばっかりついてるそうです、そうです、このね、その開発室はね、いろいろ楽しかったんですよ、これはオリジナルのアニメも作って、そうです、そうです、CG でですね、まあ、TSR2 MS がいかに開発されていったかみたいなのを、IF で作った感じですね、はい、でつまりそれもこれまではこのファンディスクでしか見れなかった、 あたかも
なんとかチャンネルみたいな感じで作ったやつですね。ああ懐かしい、はい、あれよくできてたんですよ。それからあれですね、あのオペコさんの一日っていうそういうオリジナルですね。そうですね、これはショートショートでね、はい、作りましたですね、はいはい、それと何よりあれですね、この浜松の休日っていうのがこれがねあれなんですよね、声優さんたち、そうですそうです、あの男性も女性も声優さんたちとご一緒して、はい、浜松の何だっけ、広報館ですね、広報館ですね、はい、エアパーク浜松ですね、はい、あそこでいろんな飛行機見て、ただあの遠足に行っただけの、そうですねいろんな飛行機見て帰りにあのうなぎ食べてっていうそういう、そうですそうです、あのこれあれだったんですよね、そのバスで行ったじゃないですか、そうです、東京駅かなんかで待ち合わせで、でその時に、まあ、声優さんたちはあのやっぱり岡部さんと初めてこうお仕事を直接するということで、結構緊張してたんですよ。そうなんですか、ところがですね、岡部さんがあの、まあバスガイドみたいなね案内をしていただいて、本日は皆様、下地島現役船、慰安旅行ご一行様、当バンダイビジュアル、スペシャルチャーター001便ご搭乗ありがとうございます。当社順調に東京駅を発車いたしまして、このまま、巡航高度にて、走行を続けてまいります。頼んでもいないのにありがとうございました。すみません、頼まれてもいないことずいぶんやってるんですけど、でもね、あれでね、あの声優さんたちが緊張が一気にほぐれた感じがあって、本当にありがたかった。まあね、はい、皆さんに楽しんでいただければ、はい、でも面白かったですよ、あの時は、いろんな飛行機見られて、あのシミュレーター乗ってね、はい、T2 のシミュレーターかなんかに乗って、そうですね、やりましたね、そうそう、あれはね、なかなかあの、国自衛隊もね、国力こう協力をしてくれて撮影をさせてもらったんですけど、まあ、つまりそれがこれに入ってるわけですが、ほら小さくなりましたよね。あ本当だ、 DV カム、あそうです、つまりこっちと同じくらいの内容がこれにすっかり収まっているわけですね。そうですね、これもまあ124分入ることになってますので、まあ撮影も DV カムで小さなテープで撮影して、で、まあ、あの最終的にカンパケにしてこっちこういうものにこう入れてしまうっていうことも含めて、だそのいう時代をずっとこうあの経てまた改めてブルーレイにしてですね、出し直そうという話なわけです。いやいやでも、ね、いやしかしいろんなことやりましたね。面白かった。いやそう言っていただけるといいんですけど、結構ひどいことをさせたような気もします。模型屋さんでね、6ディスクですね、あの三省堂かなんかの上にあった模型屋さん借りて、でプラモデルを物色するところから撮影したんですね。でただただなんか飛行機の話をしてるだけみたいな模型の話をしてるだけみたいなやつでしたね。でしかもこれあれが入ってるんじゃないですか、大下地島っていうショートショート、はい、これあれですよね、人形劇ですよね。そう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 、人形劇ってこうあれですか、市販のやつじゃなくて、6分の1ぐらいのアクションフィギュアかな、 あれを改造したんですけ ど、 あのこれ覚えてらっしゃいますか。はいはい、これね、あの特典でつけ た、あの飛行機ですけれども、これの原型を作ってくれたのが二宮茂之さん、ニノさんなんですけど、そのニノさんにお願いをして人形を作ってもらい、で服も全部こうなんかあの布でそれはねそういう専門の方にお願いして、その服を作っていただいて、で人形劇を人形劇を作ったっていうね。なんでまた人形劇にしたんですか。それはアニメ作ると金かかるからですね。ですね。でまあそのショートショートをあの人形を使って、まあ、そのアニメーションですら人形アニメーションですらないみたいな。こうやって手で動かして撮ってるみたいなですね。まあ、そういうのを、はい、あのライブで撮って。そうでしたね。はい、ああもう私たちの出番一体どうなってるのよ。私たちストラトス4アドバンスの新しい主役として呼ばれたんじゃなかったの。ほとんど出番なかったですね。ほとんどじゃなくて全然よね。話全然違うじゃない。あれじゃ主役じゃなくてただの添え物。もう一つあれですよ、岡部さんやっていただいたのがあります。岡部作の飛行機教室覚えてます。あそうですね、これ確かあれですか、 OVA の声優さんたちに、そうですそうです、いろいろ飛行機ってこうだよっていう、はい、新人3人の声優さんたちに、飛行機のことを
基本からちゃんと教育せねばなるまいというところでやったやつですね。岡部さんがそのホワイトボードにいろいろ書いて山内さんと一緒に飛行機の話をするという、まあ、ところがね、当然のことですからね、声優さんたちが知りたい、知ろうと思っているところとは全然こう斜め上ぐらいの話でし終わってしまったという、まあ、ありがちなあれでしたけど、一生懸命なんか、ね、ノート取ったりとかしてましたけどね、果たして役に立っているのか全く分からないですけど今ね、まあ、それを、まあ、今まで、あれブルーレイでも出ていったわけですけど、はい、今度はそれがこうコンプリートセットになって、はい、こういう、面白い楽しいファンディスクもついてっていうそういうのがそうですね、はい、なのでぜひちょっとね、もうブルーレイ買っちゃったよっていう人もいらっしゃるかもしれないけど、まあ、そこはぜひですね、すいません買ってくださいこれも